タレントの朝香ゆい、森口博子が、共都岡放送の読売テレビ日本テレビ系ダウンタウン DX、毎週木曜午後10時に出演し、ダウンタウン浜田正利、近藤正彦との4ショットが実現する。今回は、スタジオに昭和、平成、令和のアイドルが集結。近藤は番組初登場となる、アイドルお宝映像。 カメラに映らぬ裏事情と題し、カメラに映らぬアイドルの裏事情を明かしていく。スケバン刑事に主演した浅香は、上をしのぐシーンで本物の苔を食べたことが VTR で紹介され、スタジオ騒然。浅香は、基本的にアクションは、自分でやるというのがベースにあって、監督に聞かれても、できませんはないんです。だから苔も監督に、食べれるかと聞かれて、 いただきますと答えました。リハーサルの時から何度も食べて、黒い苔より青い苔の方が苦くないと分かったと振り返る。また、元祖バラドルの代表格、森口は、当時のロケについて、男湯に潜入しておじいちゃんの背中を流すロケがあったと証言するほか、ポロリがお約束の水泳大会の裏側も暴露する。このほか、毎週恒例のキャッチボールスタジアムでは、 まさかのマッチ vs ハマちゃん対決が実現する。